お前、いつの間に擬態なんてできるようになったんだ？つい最近のことです。追われることの多い日々だったので、この姿は何かと都合がいいのです。こうして人間の領地にも忍び込みやすいですからね。それにこの子を抱くのが楽になりました。てかそいつは魔人2号じゃねえか。なんでお前と魔人が一緒にいるんだ？迷宮内でお会いしたのです。よかったね、シオさん。隠し子じゃないみたいだよ。はあ、そういう私が気にしてるみたいな感じで捉えるのをやめてくださいよ。この子が体調を崩すと迷宮も調子を崩す。つまり魔人と迷宮はシンクロしているんです。お願いです、二宮様、この子を助けてください。そのためでしたらわらわの全てを投げ打っても構いません。あれはリムか？何やってんだあいつは。とっておきマンドラミート。あら、大変お似合いですね、リム殿。痛い。